木の破片にしがみつく猿。おとおも、いわきの妹おこと、おなはま一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす人よりちょっとお船とお魚とお花が大好きな独身 OL よ。さて今日は朝からとんでもない大雨ね。それでもそれでもなんかいいことないかな。なんか楽しいことないかな。それでは今日も懲りずにやってまいりましょうか。シャビゴしてきてくれたお船はこちらのお船、台湾丸さん。台湾丸さん、ご出身は大阪府大阪市、大阪府大阪市でございます。ファンネルマークは大きな H が書いてあるね。あの H 以前も見たことあるなと思ったら、あ、そう、大砲運輸株式会社さん、大砲運輸株式会社さんです。大砲運輸さんの運んでくるものは無機化学品、無機化学品だったよね。化学品って言った時点でもう何を運んでくるかヒントがわかるよね。そう、こちらのお船の用途はケミカルタンカー、ケミカルタンカーで石鹸の原料となる火星ソーダや石膏や鋼を作る硫酸、そして硫酸を中和させるための水酸化ナトリウムなど無機化学品を運んできてくれる、そんなお船でございます。こちらのお船、北海道から沖縄までいろんなところに無機化学品を運んできてくれます。ほらほら、お船には安全第一、火気厳禁って書いてあるよね。最近ね、私知ったんだけども、化学薬品を運ぶお船をケミカルタンカー、化学薬品を運ぶお船をケミカルタンカー、そして石油を運ぶお船をプロダクトタンカー。石油はプロダクトタンカーって言うんだね。石砕物、危険液体って書いてあるね。危険な薬物を運んでますよ、注意喚起してくれてるんですね。こちらのお船、 YouTube やネットで調べてみると浸水式のね様子がアップされています。ドローンでね空から撮ってる、そんな素敵な浸水式の様子が見られますから、ぜひねググってみてくださいね。おやおや、お船には WBP って書いてあるね。これなんだろうなと思ったら、ウォーターバラストタンクの略なんだね。ほら、バラストタンクっていうのはさ、お船の全体のバランスを保つためにそちらにお水を入れてね、船を安定させるための、そんなタンクだったよね。お船の上には何やら難しそうな配管やお鍋がいっぱいあります。これからね学校給食でねカレーでもね配るのかなってね、そんな勢いの風景ですよねそんなことない、カレーの鍋じゃないかおやおや、なんだかカレーの話をしていたらお腹が空いてきたな。今日のお昼はカレーにしようかな。あの麦だわらみたいのは一体何なのかな。
私ね、そもそもね、お船の始まりって何なのかなってね、気になって調べてみちゃった。そしたら、お船の始まりって一体いつからだと思う？紀元前ね、5000年前だって。紀元前まさか紀元前からね、お船が始まってると思わなかった。そして始まりは木の板だとかね、木の破片とか、あの動物の皮をね、袋にして、それをね、捕まって海を渡った、川を渡ったりしたのがお船のスタートなんだって。そこから、そこから大きな木をね、くり抜いて船を作ったりしたのが船の始まりなんだって。知らなかった、知らなかった。そんなお猿さんが木の破片にしがみついて渡ってた、そんなお船のルーツが進化して進化して、今ね、こういった無機化学品を運ぶぐらいの大きな大きなお船に進化してるわけですからね。いやー、それまでの、ね、過程をね、想像するとね、気が遠くなるような、そんな気持ちになりますね。いや、現代って便利なんだな。いかがでしたでしょうか。今日も変わらず、私はここ小名浜港をうろちょろうろちょろ、そこで出会うことができたお船は、大阪からのケミカルタンカー海馬丸さんでした。今日もお兄ちゃんからたくさんのメッセージが届いてるよ。紹介してくんね。最初のお兄ちゃん、メンバーシップカズカズさん、猫に意識持ってかれてしまった。猫ちゃんね、三崎公園にいっぱい猫ちゃんいるんだね、知らなかったよ。次のお兄ちゃん、ひとなりさん、一世さん、めっちゃ近い、俺もたこ焼きやりたいっす。あ、なに、あなたもいわき市在住なのかな。あ、こんにちは。ここで問題です。こちらのあんこ、一体お値段おいくらかわかりますか。あ、ちち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 ち、正解は、あ、2480円。2480円です。めちゃくちゃ大きいあんこうだったから、1万円ぐらいするのかなと思ったら、ここ、小名浜では、3000もしない金額で買えるんだね。まあ、捌くかはどうかは別だけどね。今日も最後まで見てくれたあなたが大好きです。また次回もお楽しみにね。また見てよね。バイバイ。なんかいる？こちらのお船の構造はシングルハル、ダブルハル、どっちだ？メンバーシップ解説。ねえねえお兄ちゃん、ついに私のチャンネルはメンバーシップを解説したよ。メンバーシップの種類は3つ。1つ目はメヒカリコース。こちらは絵文字が使えるよ。続いて2つ目はサンマコース。コメントの優先返信をするよ。そして3つ目はカツオコース。限定動画を見られるよ。メンバーシップで得られる収益はすべてオナヒと夢貯金に積み立てられます。それじゃお兄ちゃん、私と一緒に夢を叶えちゃおう。お兄ちゃんのご参加を心からお待ちしております。受付は概要欄で。いわきから世界へ。
どうも、小名浜一人暮らしこと小名人の夢貯金。いつも私の動画を見てくれているお兄ちゃんたち、今日も私の動画を見てくれてどうもありがとう。お兄ちゃんたちの応援のおかげで私のチャンネルは見事 YouTube の収益化に成功したの。本当に本当にありがとう。さてさて、このチャンネルで収益して得られるお金は全部私のポケットマネーになるの？あ、なんなんなん。私にはどうしてもやり遂げたい夢があるの。それはね、海外で暮らしてみたいって夢なの。なになに、そんなの無理、バカみたいな夢だって、そんなのできっこないよって。でもでも、ちょっと振り返ってみてごらん。ちょうど1年前、私が YouTube を始めた時、誰も私が YouTube の収益化に成功するなんて思わなかったよね。それと同じように、私はこのバカみたいな夢を本気で叶えてみたいの。いや、絶対に叶えるの。それじゃあ、そんな夢を叶えるために何が必要かって、それはね、そう、マネー、マネーでございます。海外一人暮らしに挑戦するには、ざっくり15万円貯める必要があるんだ。そこで、今後の私たちの資金作りの作戦タイム。資金作りをする方法は大きく3つあるよ。まずは1つ目、 YouTube の収益化で得られるお金は毎月自動的に資金として積み立てていくよ。次に2つ目、このチャンネルのメンバーシップを開設するよ。こちらは今準備中なんだけども、メンバーシップ加入者の方々には限定動画を見られるようにしたいと思ってるんだ。解説準備ができたらまた改めてお知らせするから、ぜひお兄ちゃんたち入ってよね。そして最後の3つ目は、スーパースタンクス。これは一つ一つの私の動画に対して支援できる YouTube の仕組みなんだよね。以上の3つが私とお兄ちゃんが夢を叶えるためのご支援方法になるよ。その他、今まで通りペイペイやアマギフでも直接ご支援いただくことも大歓迎です。あなたなりのご支援の方法で一緒に夢を叶えちゃおう。それじゃあ、今後は動画の最後に私の貯金額を公開していくから、ぜひぜひ積極的に応援してほしいな。お兄ちゃんたち、私が貯金を使い込まないかしっかり見張っておいてよね。ここまで付き合ってくれたあなたが大好きです。それでは次の動画でお会いしましょう。私と一緒にいわきから世界へ飛び出そう。バイバイ。できれば東南アジア圏、具体的にはタイに行ってみたいな。え？なんでタイかって？それはね、物価がリーズナブルなところと、日本では見られない食材や文化、人との交流をして生きてみたいの。もちろんタイでの暮らしも YouTube からお届けするわ。これを聞いてなんだかワクワクしてこない？そこでみんなにお願い、一度タイへ視察旅行してみたいんだ。じゃあ具体的にいくら必要か軽く計算してみると、ざっくり約15万円貯める必要があるんだ。今のところ私の貯金は5000円。というわけで、あなたの力を少しでいいから私に分けてくれないかしら。ご支援は
ダイレクトメール、もしくはペイペイでお願いします。詳しくは概要欄で。